丸食カワ店は、かつて、大分県別府市にあった大型総合スーパー丸食の店舗。三里部丸食グループにおいて、大分県を管轄する株式会社丸食が運営していた。2013年2月に閉店し2016年9月に、跡地へ丸食カワ通り店として再出店している。 別府駅近くのルカワ通り商店街に所在し、丸食創業の地である、別府市における、機関店として、増唱を重ねて、丸食サンリブグループ本店閣の店舗の一つとなった。丸食サンリブグループでは、大型総合スーパー業態の店舗名を、サンリブとしているが、当店は、開店時の店舗名を引き継いで、丸食ルカワ店とされていた。 2013年2月28日に閉店。丸食では地域の商業環境の変化したことや建物が老朽化していて耐震化工事に大規模な投資が必要なこと等を主な理由としている。閉店後建物は解体され、跡地には自社で新たな食品スーパーの出店等が検討された。最終的には再出店が確定し、 マルショクルカワ通り店としてオープンすることになり、2016年9月7日にオープンした。2021年現在のフロア、構成9店舗末期の2011年のフロア構成なお、1990年代末期のフロア構成は、以下の通りであった。ありがとうございます。